こんにちは、まにこです。今回はいつもの前後半で長めな尺でお送りしている動画とは少し違うものにしたいなと思いまして、タロットで3択ちょこっとリーディングをしてみたいなと思います。よろしくお願いいたします。選択肢ですが、こちらの中から気になるものをお選びください。左から1番、2番、3番とさせていただきます。お選びいただいている間に、今回の動画について少し説明をさせていただきます。まず、何を占うかなんですが、占いのテーマを決めてからカードを展開するのではなく、テーマを決める占いになります。逆引きタロットという名前をつけてみました。逆引きという言い方が正しいかどうか微妙なところではありますが、そういうことにしておいてください。テーマを決めて、それについてカードに聞いていくのか、それともカードに今の自分が何をテーマとして過ごすといいのかを聞くのか、それについてちょっと考えてみるとか、何かの折にそういえば占いの動画でそんなことを言ってた気がするなとか、その程度に思い出していただけたら嬉しいです。逆引きタロットという割に、今回は最後にバガバットギーターカードを引いて締める予定です。まず3通りのタロットを展開。最後にギーター。ご覧になってみて、こっちの方がしっくりくるなというものがありましたら、途中で乗り換えていただいて大丈夫だと思います。では、お決まりになりましたでしょうか?まだの方は一時停止での対応をお願いいたします。今回はこのままの状態で見ていきますね。まずは1番をお選びいただいた方のタロットを見ていきます。カードの置き場に悩んだ末に元の位置に戻りました。では見ていきます。1番の方、正義。ワンド10。今現在というか、最近の1番さんについてなのかなと思うんですが、真実を求めている、あるいはご自分に正直であろうとしている。そして、何事にも公正な結果を求めている。何でしょうね。最近何かありましたでしょうか。それとも、お仕事や学業など、常にギリギリのところで頑張るような厳しい環境でご活躍なさっているのかなという感じがしてしまいます。正義のカードなので法律関係をまず思い浮かべますが、それ以外でも金融で他人の財産を預かる、または医療関係で命を預かる、そのようなお仕事とかでしょうか。それらについて結構重荷に感じる場面が終わり、そのように見えます。ご自分に正直であろうとすればするほど重圧がのしかかる。常に公正であることは重いものを背負う場合もある。そのような感じですね。最後にバガバットギーターカードを引きますので、少々お待ちください。では、2番をお選びいただいた方、タロットを見ていきます。ワンド5、星。最近の2番さんなんですが、お仲間やライバルと切磋琢磨して、ご自分を高める。そのような感じで努力なさっていることがおありでしょうか。最近のと申し上げましたが、場合によっては、ある程度の年月をかけて続けてこられてきたこと、そのようなことかもしれません。そして、それは、綺麗事では終わらせたくないというお気持ち。泥臭くても勝ちをもぎ取ること、結果を出すこと、それを目標にしていらっしゃるような感じがあります。
とはいえですね、案外2番さんは実は楽観主義で平和主義、他人を引きずり落としてでもという感じではないので、あくまでもご自分に対してのもの、他人を蹴落とすのではなく地味に努力を積み重ねる、そして常に希望を持っている、思うような結果が出ないことがあったとしてもそこで腐ったり他人や状況のせいにせず、ただ目の前に集中している、そのような感じがします。最後にバガバットギーターカードを引きますので少々お待ちください。では3番さんのタロットを見ていきます。カップページソード8、猫さんのタロットを使っているので、なんとなくキュリオシティキルドザキャット、好奇心は猫を殺す、つまり過度な好奇心は身を滅ぼすということわざですね。英国のことわざでしたっけ、あれを思い出しました。カップのページは魚くんって呼んでるんですが、好奇心旺盛で興味のある対象にはとことん貪欲に研究していくような、そんな感じがするんですね。そしてソード8、忍耐という解釈がされることが多いですけれども、今は我慢の時、やり過ごすなんですが、実はご自分が思っているほど状況は悪くなく、ご自分の行動を縛っているのは自分自身である、そのような解釈もできるんですね。過度な好奇心は良くない、あんまり余計なことに首を突っ込んではいけない、それははしたないことでもある、そのようにどなたかに忠告された、あるいは過去の出来事でそのように思っているところがある、どちらにしろそれでご自分を縛りすぎて、もともとお持ちのいいところ、直感力とか観察眼、それらを鈍らせないように、そのように言われている気がします。では最後にバガバットギーターカードを引いていきます。1番さん、2番さん、大変お待たせいたしました。サクッと見ていきます。1番さん、ブランマー、創造神、創造の原理、14の世界、新たな展開、世界で最もクリエイティブな力ですかね。潜在的な可能性の状態から色鮮やかな形ある世界を表した力の根源がブランマー。それだけ聞いても正直さっぱりわからんって感じですが、何かを始めたい、新しいことに挑戦したいという衝動はないか、あるならばそれに従え的なことがガイドブックに書かれていました。ちょっと要約しすぎですけれども、大体そんな感じなのかなと思います。法治国家ですので、法の下で皆庇護され、責任を果たし、生活をしている。そんな中で守っていくべき者たち、世の断りっていう言い方でもいいのかもしれませんが、そういったことへの責任感からの重圧、普段抑えている衝動としての創造性、それを発揮するべき時がやってくる。そのように感じます。そういう言い方をするとなんだか仰々しいですけれども、ちょっと気になってた趣味を始める、ちょっとした時間でいいからとりあえずやってみる、そういうことかもしれません。何か作ったり、例えば楽器を演奏してみたりとかですね、そういうことじゃなくても何でもいいと思うんですよ。お花を生けてみる、立派なのじゃなくてもちょっとお部屋を彩ってみる、そういうことでもいいのかもしれません。では2番の方見ていきます。タマス、鈍質、怠惰と明瞭、無関心、タマスを抑える生活、体が休息したり眠る時に高まる質がタマス。例えとして、寝不足の時、寝起き、お腹いっぱいの時、そういう時は頭の働きが悪く、いくら努力しても効率が良くない。
そういうぼんやりした感じ、無知などがタマスの多い状態というらしいんですね。そのタマスとやらを体内に溜め込まないようにする、解消するためには睡眠が良さそうではありますが、食べ物でもタマスの多いものを取ることでタマスが蓄積されて、睡眠をとっても入ってくる分が多ければ消化が追いつかずに溜まっていく、そういうことなんでしょうか。疲労や体に良くない食べ物や習慣、要はそういったことにちょっと気をつけてねみたいな感じで受け取って良さそうです。そして入ってきたタマスはしっかりとした休息でポジティブに回復、そういったことを言われているのかなと思います。2番さんはタロットからすると目標に向かって一心不乱と言っていいくらい努力されているような感じにも受け取れたんですが、ぜひご自身の体と相談しながら体調を崩さないように続けていただきたいなと思います。では3番の方見ていきます。サッティアン、真実存在、ヨガを達成する賢者、真実に立つ、この世で知るべきただ一つの真実、社会で、家庭で、友人関係で、役割や責任を果たそうとしている自分と真実の自分、本当のこと、フィルターを外して真実を見る。タロットの方では見て見ぬふりを決め込んでいるところもあったのかなという感じでしたが、ここでも似たようなことが言われているような気がします。ご自分を縛りすぎて、もともとお持ちの直感力、観察眼、それらを鈍らせないようにすること、フィルターを外して真実を見ること。例えばですね、誰かに普通こうだよね的な他人の価値観での普通を押し付けられたとした場合ですね、その場で話を合わせる処世術は必要な場合もあるとは思いますが、だからといってね、それが全てではない、そういう意見もある、ご自分はどう感じるか、そういったところを大事にしていただけたらいいのかなと、そのような感じがします。では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。